悶絶で痛い三つの図。人を痛め続けて25年本気で痛い。覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。よく言われます腕の筋肉ってね、ここからここまでくっついてるんですね。なのでね、ここをしっかり刺激してあげるとかなり効果的なんです。で、私がわざわざ説明するってことはめっちゃ痛いんです。で、特にね、これ膝によく効くところなので遠慮してません。ここ大丈夫だね。腰回りばっかりになっちゃうけどごめんなさいね。はい。はい、では反対側向きましょうか。反対、反対。こいつがね、膝から上がってくるっていうか、ここが硬くなって膝に行くみたいな。膝によく効くやつね。痛い。
ちゃいたいよね、ここ。もし自分でするんだったらね、ゴルフボールとかをの上に乗っかってここをゴリゴリしてあげると効果的だよ。痛い痛い痛い。そら膝痛いはずだよ。どんどん痛くなってくるでしょ。痛くなってくる。なんでかって言ったら、今まではね、冷凍庫の中に入ってたお肉だったの。でそれがだん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 と解凍されてくると、表面が生肉みたいになってきて、感覚も出てくるんですよ。でそれで、なんかでも まだ奥の方に硬いのがあるじゃないですか。でそれ取っていくとね、どんどん取れてくれるんですよ。耐えれる？大丈夫。僕はどっちでもいいんだけど。大丈夫です。痛みが増してきたでしょ、うん、最初あんま感じなかったのが、そう、なんかちょっと、なんか痛みの質が変わったみたいな。そうですね。そうそうそう。あれ、味噌汁飲んでたのになんか豚汁になってきたのよ。痛い。足に来るでしょ。ここ咲いてたらこの辺まで来るでしょ。っていうのこいつが硬いとこの辺とかやっぱこの辺の疲れが出やすいのね。ここをしっかり緩めてほしいよ、本当に。これ、まあ、でも自分でそんなのなかなかできないんだよね。ピンポイントでしょ。うわ、これ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 がね、その左膝の、諸悪の根源。できたら一回で取りたいもんね。
肘はちょっといけないかもしれません。ごめんなさい。じゃあ下向きになってみましょうか。下向き、めっちゃ痛い。